皆さんこんにちは。今日はですね、トレバのこの 1,2 ヶ月の仕様変更に関する内容をですね、振り返っていこうかなと思ってます。で、前回の動画で動画投稿再開したんですけども、この 1,2 ヶ月自分トレバもあんまりプレイしてなかったんですけども、かなり いろんなですね変更があったかなと思いますので、ちょっとその辺をですね、紹介していければと思ってます。で、多分自分も知らないことたくさんあると思うので、ぜひあのトレバプレイされている方はですね、コメントなどでこういう風な変更あってこういう風になりましたとかあればぜひ教えていただければなと思います。はい。で、早速ですね、このお知らせのこの重要なお知らせというところですね、見ていこうかなと思います。で、まあ、10月とあとその前の9月ですね、になるところを見ていこうかなと思います。はい。まあ、結構ね、たくさんこの重要なお知らせというところも更新されていて、まあ、新しい、ぬいぐるみの景品が出ましたとかね、まあ、そういうふうなところもこの中に含まれているんですけども、その中でも、結構重要なポイントとなるところをですね、ピックアップしていきたいと思います。まずこれですかね、9月、頭にあったんですが、アシスト規模を設定についてというところですね。で、まずアシスト機能というのがトレバでは、今実装されていてですね、まあ、これ結構大きな変更だったんですけども、まあ、20回とか30回ぐらいプレイするとどうやらアシストしてくれるみたいなんですけども、ずっとプレイしていて取れない方にはアシストをして、あと1手2手で、取れるような状態にしてくれるという機能が、トレバで実装されたんですけども、そのアシスト機能を希望されない方は、設定変更ができるというところですね。これあんまいらないと思うんですけど、なんかツイッターとか見てると、もうあと 1,2 手で取れそうな状態なのにアシスト機能が入って、まあ、形変えられちゃって、まあ、逆に取れなくなっちゃうみたいなケースもなんかあったみたいなので、まあ、そういうのが嫌な方は、まあ、アシスト希望を、希望しないという形に変更することでアシストしませんよという変更ができるみたいですね。まあ、これはどうなんだろう、 あんま使う人いないのかなと思うんですけど、あとこれですかね、配送先住所の複数登録機能についてっていうのもあったみたいですね。で、配送依頼をする際のお届け先の住所を最大10件まで登録できるようになったみたいです。まあ、元も多分1件だったと思うんですけども、あんのかな、このお勤め先での受け取りとかまあいるのかな、そういう人もいるのかもしれないですけど、あとは、まあ、帰省している時の、まあ、実家で受け取りたいとかそういう時に使ってくださいということですかね。まあ、でも最大10件なので、まあ、これあれですよね、まあ、転売とかする方にとっては嬉しいんじゃないかなと思いますよね。まあ、直で送れるので、まあそれ以外の方は、まあ、実家を含めるとかあるかもしれないですけど、まあ、最大10件まで、登録できるようになったという変更ですね。まあ、結構いろいろ細かい変更もあるみたいですね。まあ、お客様アンケートの実施とかあったみたいですね。まあ、自分はやってないんですけど、まあ、この声が果たしてどこまで届いているのかっていうところはちょっと気になるんですけど、あとはどこだろう、ちょっと変更としては、あ、このあたりですかね、獲得景品、あ、これか、これ大きいですよね、景品保管期間の変更に関して。はい。で、これまではですね、景品獲得すると14日間は保管してくれて、それ過ぎちゃうと景品獲得判定が消えて、配送できなくなってしまうというルールだったんですけども、景品の獲得後から30日間、保管してくれるというふうな形で変わったみたいですね。これはかなりいいニュースなんじゃないですかね。特にあの、プレイチケットとか使って獲得して、今って送料ね、かかっちゃったりっていうところがあったりすると思うので、まあ、30日間保管してくれるっていうところはかなり大きいのかなという気がしますね。はい。これ何なんだろう。景品の、種別変更とかですね。これもともと、結構前からあったと思うんですけども、まあ、これ大きいですよね。景品獲得した時に TP を使った場合は有料獲得景品という形になって、プレイチケットを使った時は無料獲得景品というふうな形で扱いますという内容ですね。で、無料の獲得景品、プレイチケットだけを使って獲得した景品のみを配送する場合には、まあ、一定の課金しない方は、送料が必要になりますよというふうなキャンペーンというか変更ですね。これが、これはなんかちょっと、TP を購入していない場合にも同じキャンペーンの対象となってしまってましたみたいなことがあったんですかね。まあ、ちょっとよくわかんないですけども、まあ、これが、まあ、このね、仕様変更があったっていうのはちょっと前なんですけど、これは結構インパクトありましたよね。これで取ればやめるっていう方かなり増えた気がしますね。ただ今、送料に関しては、まあ、1万 TP から 5000TP ですね。まあ、500円ぐらいで、
まあ、送ることができるキャンペーンやってるので、まあ、これを受け入れられるかどうかっていうところなのかなという感じですね。あとは、あ、これか。これね、これが結構大きい変更なのかなと思っていて、この高原価率祭りで多分合ってると思うんですけども、まあ、景品が取れやすくなりますよというキャンペーンをやっているというところですね。これ多分他の、ニュースのところにもあると思うので、そこでも触れていこうかなと思うんですけども、まあ、景品を、大量ゲットするチャンスですというところで、このお祭りやってるみたいですね。これどうなんだろう、実際にちょっとこれ試してみたいなと思ってて、本当に簡単に取れるのかとか、もしプレイされてる方はですね、コメントいただけると嬉しいです。結構今画面上にもこのお祭りの、台って増えてきてるような気がするので、このあたり今後ね、ちょっといろいろ見ていきたいなと思いますね。特盛 TP ボーナスキャンペーンね。これは？これは TP 買った時のポイントがつきますっていうところと、あとは、重要なニュースで言うと、はい、ここですかね。9月29日のアシストのテスト運用に関してというところの期間が延長になりましたというところですね。まあ、これ多分もう常設されていくんでしょうね、アシスト機能。まあ、もうこの10月28日までって書いてますけど、もう2ヶ月ぐらいやってますし、もう台もかなり増えてきてるので、まあ、これは多分常設されるでしょうね。この機能はどうなんですかね、皆さんは賛成なのか反対なのかっていうところぜひ聞きたいなと思ってるんですけど、あと 5000TP プレゼントキャンペーンやってましたね。これはかなり大きかったですね。はい、これが9月分ですかね。で、10月分も結構変更があるんですかね。ちょっと見ていきたいと思います。はい、では次10月分見ていきたいと思います。10月もね、結構いろんなニュースがあるんですけど、まず練習台が登場しましたっていうところですね。まあ、これはまあ、どっちでもいいかなっていうところなんですけど、その上ですかね、毎日高原価率祭りを開催中というところ、ここがさっきちょっと触れたところだと思うんですけど、あ、そうなんですね。ちょっと自分も勘違いしてたんですけど、10月6日から景品が獲得しやすくなる高原価率祭りを常に実施することになったんですね。常設したんだ。で、その名も毎日高原価率祭りという風な形になったみたいですね。で、ここ結構ポイントで、まあ、この毎日高原価率祭りの開催を記念して、まあ、1万 TP をプレゼントしますというところありましたね。これ自分ももらえたんですけども、これまで、過去1年間が、過去1年間に、累計で1万 TP 以上購入されている方、まあ、1000円ぐらいを課金している方に関しては、1万 TP あげますという、キャンペーンですね。これまだ10月31日までなので、もしまだ、ログインしてない方は、早めに受け取った方がいいかなと思います。で、かなり重要なポイント、ここですね。これを、ぜひ今日は紹介したかったところなんですけど、まあ、この、祭りの開催に伴ってですね、今後はプレイチケットの配布に代わって、TP の、還元キャンペーン等を積極的に企画実施いたしますっていうふうに書いてあるんですよね。これがね、これが本当に大きい。まあ、特に自分はかなりインパクトあったんですけど、まあ、プレイチケットの配布を、まあ、結構ね、まあ、4枚とか平気で毎日もらえてたんですけど、まあ、そういうのちょっとやめて、ちょっとこの景品取れやすくするので、それで楽しんでくださいというふうな仕様変更ですよね。になったみたいですね。で、この TP の、これ TP もらえるわけじゃなくて多分還元キャンペーンなので、TP 購入したら、ちょっと多くね、TP もらえますとか、そういうふうなキャンペーンをやっていきますという内容なのかなと思うので、なんかね、こういうふうな1万 TP プレゼントみたいのがどんどん毎月とかもらえればいいんですけど、多分そういう感じでもなくて、もうとにかくプレイチケットは基本1枚で、あとは課金してやってくださいというふうな仕様に変わったのかなと思いますね。これはね、とにかくインパクトでかいです。まあ、しょうがないっちゃしょうがないんですけど、まあ、こういうふうな形になったみたいですね。で、まあ、この景品が本当に取れやすくなってれば、まあ、プレイチケット1枚とか、まあ、トレ台で2枚で、取れるかなと思うので、そのあたりちょっと今後ね、検証していきたいと思いますし、どうなんですかね、皆さんはこの祭りに賛成なのかどうかとか、ちょっといろいろコメントいただきたいなと思ってます。ツイッター見るとね、やっぱ結構ネガティブなコメント多いかなっていうところあるんですけど、まあ、実際のね、ところどうなのかなっていうところは気になるんですけども、はい、っていうところですね。あとは、まあ、これが一番ちょっと大きいんですけども、あとは、超特化台が登場っていうところですかね。どうなんだろう、これは通常の台と比べて景品が取りやすくなるように調整されているっていうところですね。あ、これさっきの、
ごめんなさい、ちょっと行ったり来たりで申し訳ないんですけど、この毎日高原化率祭りに関しては、これも経費取れやすくなってるのかな。なんかアームが強くなったりとか、そもそもの設定が緩くなってたりするんだと思うんですけど、それに追加でこの超特化台っていうのもあるのかな。ちょっとその辺がちょっと最近プレイしてないのでいまいち分かってないんですけども、ただこれもね、通常の台と比べて景品が取れやすくなるように調整されてるみたいなので、あとは景品によっては獲得保証ですね、これ最近ありますよね。なんか行って10回プレイしたら必ず開けますみたいなところやってると思うので、まあそういうところも出てきたのかなと思いますね。ちょっと実際にこの辺りもちょっとプレイしながら本当に取れやすいのかっていうのを見ていきたいと思います。こんな感じですかね。あとなんかこの景品1個取るともう1個もらえるキャンペーンっていうのをずっとやってますよね。まあちょっと終わっちゃったみたいなんですけど、自分もね、結構これで、ドラゴンボールのフィギュアとかぬいぐるみとか、結構ねたくさんもらえたので、これ自体はかなり良かったんですけども、はい。であと最後かな、これもね、ぜひ一応多分知ってると思うんですけど紹介したいのがこれですね、このトレバ感謝デーのリニューアル、これも実はめちゃめちゃ大きくてですね、10月20日ですね、ちょっと前からトレバ感謝デーの内容をリニューアルしますというところです。でトレバ感謝デーに関しては毎月、1日10日20日のですね3回に、プレイチケット2枚もらえるっていうのがもうずっとですね、多分 2,3 年は自分プレイしてるんですけどずっと続いてたと思うんですけども、これがリニューアルされてですね、これちょっとひどいなと思うんですけど、まあ、プレイチケットの提供に代わって、まあ、超特化台のラインナップを更新いたしますと、この超特化台ってさっき紹介したこの景品が取れやすくない台をですね、まあ、どんどん拡充して、いろんな景品出していくので、そっちで景品取ってねっていうところなんですかね。ちょっとこれはまあ、プレイチケット攻めてほしいなと思ってたんです。1枚とかでもいいのでね、欲しいなと思ってたんですけど、ちょっとこれはかなりインパクトあるというか、まあ、残念な変更ですよね。で日記の景品とか掘り出し物の景品が登場するので、ぜひともトレバ感謝デーをチェックしてくださいというところ書いてますね。はい。なので、まあ、毎日高原化率祭りっていうのとこの超特化台というところで、まあ、景品がかなり取れやすくなっているらしいので、まあ、ちょっとプレイチケットはあげないけども、まあ1枚とか2枚でなんとかプレイして、取れないときは課金してやってくださいというふうなメッセージだと思うので、まあ、ちょっとこのあたりが大きい変更ですよね。この1ヶ月2ヶ月ぐらいで、これだけ大きな変更があったので、まあ、特に自分はプレイチケットを使ったプレイっていうのをですね、基本的には、続けてきたんですけども、ちょっと難しい状況になってきたので、ちょっと今後のね、トレバとの向き合い方というか、どういう風にやっていくのかっていうのを考えながら動画の方も投稿していきたいなと思ってます。でぜひ実際にプレイしている皆さんの、この台取れやすいよとか、いやいやちょっとこれでもうやめましたとかね、あればコメントいただければなと思いますので、ちょっと今回はプレイ動画ではなくて、このトレバの 1,2 ヶ月の仕様変更とかでね、ニュースの、内容を紹介しましたけども、ぜひぜひコメントお待ちしてます。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。